でかいね。いつ見ても、どの角度から見ても、でかいね、このラプラスンで、こっちのね、ウィンディーも、でかいね。<laughs> しかしながらでこの重量感あふれる棒で。 今回のセットにもさ、すげえでけえやつがいてさ、もうめっちゃ楽しみなんだけど、小さい連中、今回すごい15体セット全部で15体あって。おー、あった箱がめちゃめちゃでけえ箱そして、おお、でけえ 爆 <laughs> 風の頃でがさ、あとね、そうなんそのね、オスの姿とメスの姿もあってさ、これもすごく楽しみ。ポケモンスケールワールド上都地方セット。全部で15体のスーパーボリューミーなセットになっている今回。めっちゃ多いよね、15体を見て。あんな <laughs> ポケモンスケールワールドとは、人とポケモンが共存する世界。スケールかまずはこの大きさを比べられるっていうのがすごいいいよね。すげえちっちゃいやつをさ、こんなちっこいんだぜ。指先にちょこんとる。うわ、めっちゃちっちゃえ。ピチューとかトゲピでめっちゃ、<laughs> あと、ね、でけえやつはもう両手の、両の 手のひらで、もも抱えききれないいいいここののさささがあるというこさ大きさ比べもすごくいいよねで今回のセット内容になっている、チコリータエーフィいやー、エーフィすげー高貴なるお姿。大きさをさ比較できるのもすごいいいよね。あと、火の嵐とマグマ嵐。あと、爆風でよな。今回のメインディッシュのメインディッシュ爆風。あと、ワニ残コ、ブラッキーもすげー欲しかったの、これ。そして、今回のトレーナーはもちろんのことながら、響きがついているという、この全メンツ。今回の上都地方セットのメンツはこんな感じになっておりますということで、 開封してて中身をね見ていこうかないや、あの、バックグは最後に見ようぜ。つかさ、揃うの嬉しいよね。日の嵐からのこの進化が揃う、すげえ嬉しい。はかりす、シュゴート、うわぁ、めっちゃドキドキしてきた。めっちゃ箱でけあとさ、このさ、うーわ待ってくれて、待ってくれて。スインすっげえ欲しいんだけど、スイック。ー すいくんあ、ごめん、ウィンで当たった今。ウィンでごめんね。ウィンで顔面に当たった。すいくんめっちゃ楽しみだわ、すいくん。1、2、3、4、4、5、6、7。4が2セット入っているんだね。4のセットなんだっけ ?4 のセットが2つ入ってるから、4のセットは被ることができ、あ、遭難水か。 ソーナンスと,と G のあの、あれだね。オスのソーナンスと、えっ、ー、と、G のアンノンが入ってる。このセットが2個入ってる、このセットには。それではでは、ナンバーワンのセットから見て、いや、チッコリータちっちゃ、超可愛いわ。比べてみるとこんなちっこいんだもんね。大大樹でこれ、一口で食われるよ、これ。一口で。ふ <laughs> ふ、大大樹でっか。メガニウム、大大樹、そしてこのチコリータのチビレベル、スケール。ほんのさ、この大きさ比べられるのマジでいいよね。爆風すっげえでっけえな。 ひどいしこんなちっこいのよ。ここまで行くんだもんね。最終的にはね。てか、エイフィーとブラッキー一緒に入ってんのかなと思ったんだけど、あの、そうなんすよ。別に入ってたね。一緒じゃな、なかったわ、セット。さっと。ういましたチコリータがチコリータと、こっちはチコリータね。ちっちー で、こっちら、エイフィ。エイフィの二股に分かれた尻尾が活かしてるような、は、なんか箱に包まれてる。箱に。で、ギャムがね、ちっこいギャムが入って、ギャム。まあ、食玩だからね、ギャムが入っております。ということで、ほっちこいいってかな <laughs> めっちゃかわいい。これあの、このシーンでちっこいのすげえかわいいよね。まあ、でも、俺的にはでかいやつが、あの、すごい好みなんだけどさ、ラプラスティーすげえでかくてめっちゃ気に入ってんね。うわー、めっちゃミニ茶だ。めっちゃちびちゃ、めっちゃミニ茶。 ちっちゃいあ、ごめん、チコリここまでちっこいと、でかいやつとさ、並べた時のさ、この、スケールの違いが <laughs>、半端ないことになりそうだよね、スケールの違いが。すげえちっこいわ。これ何えこ、これ何ついてんのこれ。なんかチコリータの腹の下に。あ、台座か。でも台座が埋め込まれてるわ。ラプラスとウィンディーと比べてみると、このさ、やばくない一口で食われるんだけど、チコリータ。<laughs> チコリーティめっちゃちっちゃいなぁ。あの台座、エーフィーのだよね、絶対。あれ待って、これ、なんかね、チコリータの台座とかも変な形してたんで、あの台座っすか、なん、なんか変な形なんか入ってて、合体しそうな感じの、なんかパーツだったんだよな。お腹にさ、埋め込まれてたやつ。じゃあちょっと後でちょっと確かめて、うわいた、エーフィー。うわぁ、高貴なるお姿。素晴らしい。この尻尾生かすよね、エーフィーのね。うわぁ、マジ貴族だわ高貴なるお姿のエーフィー。 おエイフィとチコリータ比べた。こんな感じなんだね。チコリータめっちゃちっちゃいわ、本当間違いなくエイフィの台座だ、これ。エイフィの尻尾のあの、こう、あの、セッティングする場所あるもん。これエイフィだよね。おおこんな感じで。 エーフィをセッティングするタイがついている。エーフィめっちゃいい感じだったわ。ラプラスとウィンリーがでかすぎてな、チコリータでエーフィがめちゃくちゃちっちゃく感じる。まあ、これが本当いいところだからね、スケールワールドのねで、次が2番の日の嵐とマグマ嵐のセット。日の嵐から始まり、マグマ嵐に来て、で、爆風という、この成長率。こんなちっちゃい子がここまでにでかくなるという、ね、すげえな成長率。つうか、進化な、進化,す,進化すげえな半端ねえわ。それではマグマ嵐と日の嵐の セットをね、開封して。さ、このセットは合ってるよね。ダブルでね。さ、どうだいや、いたすげえエフェクトパーツクリアだね。ほら。火のさ、炎、背中の炎のところ、クリアパーツになってるね、火の嵐。で、これがマグマ嵐か。これなんだこれ。なんか、なんか入っあ、火のパーツか。火のパーツが入ってる。シコリータもさ、すごいちっちゃかったけどさ、火の嵐ちゃんもすげえちっちゃい。これやばくないこのミニ茶ンうわ、す、エフェクトパーツの方すごいわ。 超リアル。クリアパーツだもん。クリアパーツ、エフェクトのとこ。すげえ。日の嵐超リアルだ。この背中の炎の部分がめちゃくちゃリアル。クリアパーツになってていい感じ。これが日の嵐ね。かわいい。あんまり大きさ変わんないけど、日の嵐ちゃんの方がちょっとでかいね。ちょっとだけあのずっしりしてる感じはあるね。マグマラシ本体、この中に入ってる。なんか今回箱に、今まで箱に入ってたっけこんな感じで。入ってなかったような気がするんだけど、箱に包まれている。ザン。うわー 可愛いけど、ちょっとイケメンになるよね。やっぱね、成長して。<laughs> 可愛かわいらしいけど、顔。ゴソイカフェすげえかわいらしいけど、ちょっとイケメンしも出るさ、ね、すげえ、炎の部分がめっちゃこの、エフェクトパーツになってて、すげえいい感じ。で、尻尾がね、おりに差し込むと、完成。マグマ嵐。素晴らしいわ。これ、はわ、やば、かっこいいなすげえ、あんなかわいい日の嵐からここまで。そして、このもう一段階、やべえのが、爆風。ほんとさ、 えっと、どんくらい3倍くらいね、あいつ。超でけえよな。そんぐらいでかかったよね、あの髪のさ、比較、あの髪の比較を見る限り、大きさの。マグマ嵐、超いい感じだったわ。尻尾と頭のクリアパーツ。炎の、このエフェクトの部分いいね、炎のね。この台座はマグマ嵐のお尻にセット。そして、これが日の嵐ちゃんの台座。まあ、なくても全然、あの <laughs>、 今見た通り全然スタンドなくても立つんだけど一応あるからセッティングしよう。いやーちっちゃい。マグマ嵐見ててちょっとでかいなと思ってたんだけどさ、チコリータと日の嵐の次だったからだよね。 あのー、ラプラスシとウィンディーと比べるとめちゃめちゃちっちゃいもんな。マグマラシでさえも。で、次が3のセットで、来たブラッキー待っていたあとワニの子もいるんだよね。ブラッキーとワニの子のセッティング。いや、ブラッキー超楽しい。ブラッキーとエイフィーが、ね、一気にそう。俺、このシリーズのね、グレイシャすげー楽しい。いや、グレイシャいつ来んだろうな、このシリーズ。超楽しいじゃん。スケールワールドのグレイシャをね、早くゲットした。ブラッキーだ。うわーこの高貴なるオス型2。今回の高貴なる、で、ははは。 今回の萌えレベル3。めっちゃ可愛い。こうやってさ、比べてみると割の子ちゃんすげえでけえよな。割 <laughs> の子さん <laughs>、食えるわ、これ。チコリータ <laughs>。これで、ね、チコリータ、割の子、火の嵐が揃ったと。ご三家三体が揃ったと。素晴らしいね。めっちゃ可愛いわ。正直ねー、今回ブラッキーがねー、メインディッシュでも全然 OK レベルなんだよね、メンズ的に。ブラッキー、いや、それほど好きなの、ブラッキー。<laughs> ブラッキー、ちょっとメインで、でも爆風、やっぱでかいの 大きさ的にね、大きさポイントがすげえ高いからさ。いやでもブラッキーちょっとこれ、えー、待ってやばくないこれブラッキー。うわ、すげえ、これガチでこのように至らな、ブラッキー。ブラッキーガチで世の,世の中にいたら最高だよな。すげえ、赤い目、レッドアイズが超かっけえわ。ブラッキーとエイフィーがこれで揃ったら。うわぁ、めっちゃ美しい。 フォルムが最高だね。エイフィーとブラッキー、ダブルゲット降臨で、ね、で、スタンドがあるから、ワニノコちゃんにはスタンドねえのか。ワニノコちゃんに、これあの、明らかにブラッキーのだから、後ろ足にセッティングするのがこんな感じで、セッティングブラッキーの台座。めっちゃいい感じじゃねえ、これ。大きさ比較。すげえラプラスってはもう、半端なくでけんだね、やっぱな。ラプラスの横綱かすっげえわ。 一番強そうなんだけど、ラップレス余裕で。余裕でナンバーワンの強。で、今回のあの、200個ある。今回唯一ダブってる4番の、ソーナンス。お、あの、オスの姿。オスの姿のソーナンスと G のアンノンだね。てかさ、これさ、え、違くないこれ。あ、違う俺、あ、待って間違って勘違いしてた、これ。あのね、アンノンの G とソーナンスの姿オスの姿、あの、2種類ずつあるじゃん。アンノン2種とソーナンス2種。これだわ、これ。あ、これわかんない感じになってんだ。 だってあの残りのねメンツ見て思ったんだけどさ、残りのメンツにないんだよ。アンノーンとソーナンスのメンツがないから、あの、絶対この、ダブリ、あ、そういうことか。これわかんないねワンボックスだと確定してるんだと思う。おそらく。ワンボックスは確定してるけど、これあの、バラで買うとわかんない。あの、パッケージはこれだもんね。だって。 そうなんす。押すと、あの、押すの姿と、あの G だから、わかんない感じなんだ。で、こっち先に出したやつ、こっち先に出した発行だから、あれそうだったよね。ちょっと待って、間違ってない。そう。とりあえず、こっちから先に開けて、ちょっと確かめ、あ、そっか、これわかんないんだわ。なんかね、スペシャル一種とかも書いた、あの、全7種、プラススペシャル一種って書いてあるから、スペシャルが、でも1、一種一種って、どういうことなんだろうスペシャル一種って何これ 待って。<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って、待ってて。これはえっと待って。どういうことだちょっと難しいぞ、これ。でも、えっと、ギャム、ギャムお前。フェイントエブレア。あ !G のソーナンスだから、オスのソーナンス。ソーナンスでかいなそ <laughs> ソーナンス。まあ、箱の裏見てちょっとでけえなと思ったけど、ソーナンス結構でかいよね。ボリューミーだソーナンス、重たし。これがオスの姿のソーナンス。で、えっと、アンノーンの G でしょ。ということは、こっちが、 あれだよね。あの、メスの層の圧と、パッケージじゃわかんないんだ、これ。隠され、え、待って、シークレットじゃん、これ。要するに。めっちゃワクワクしてきた。<laughs> 軽くシークレットだよね。まあ、な、何があるかわかるけどさ、もう後ろに書いてあるから、そういうことだよね。絶対、え、待って。これでさ、もし押すが、え、待って。これガチで押すとこれ出たらコンプできてないってことだよね。でも、セット内容に書いてあるから、絶対そうでしょ。え、待って、俺、え、どういうことかわかんない、これ。え、G だちょっと待って。<laughs> どういうこと、これ <laughs>。 <laughs> あ、待って、あ、また、あ、ごめん、S だわ、S、ごめん、ま、ま間違えた、G で見えた。S だわ。そういうこと、やっぱワンボックス買った方がいいわ。コンプするなら、絶対にワンボックスだわ。ワンボックスだと、絶対、あの、コンプできるんだわ。お、あの、オスとメスの、ソーナンスと、えっ、ー、と、こっちは S で、これ、いや、見えた、一瞬 G に見えた、ガチで。一瞬 G に見えない。焦った、S ね、S。S の、ソーナンスと G の、ソーナンス。めっちゃ似てるな、こいつら。わあ、すげえ、そういうことか。最初2セット入ってるんだと思ったんだけどさ、 気づいた <laughs> 途中でんついて。あれオスと、オスとメス、両方なく、ね、あの、メスなくねってなって、そういうことね。だからあの、メスと、あれだ、あの、S のアンノンがスペシャルなんだと思う。このスペシャル1ってやつだと思う。おそらくね。あ、っと絶対そうだよね。スペシャル1ってこれだよね。やっぱワンボックスコンプだから、 うん。あの、絶対に、ワンボックスコンプした方がいいわ。間違いなく。あの、じゃないと、これ、かなり苦労する。<laughs> あの <laughs>、よかっためっちゃ焦ったわコンプでき、でもあの、プレ版でさ、買って、セットナインに書いてあったから、いないわけねえなと思って。うん。いや、でも、ちょ、ちょっとつか、かなり不安だったけどね。うわそうなんす、メス。口かわいいね。<laughs> <laughs> 口が赤くなってる <laughs>。めっちゃ可愛いそそ。そうなんですこれが、そうなんすでかいなやっぱ。めっちゃボリューミー。重量感すごいもん。そうなんですで、これが、えっと、アン納の台座とア安ンノー S だね、本体。よかった出て。でも俺、あの O が好きなんだよね、O。 あの、お、あの、丸いやつが好き。H とか、ま、丸系のやつが好き。なんかバックベアド見て台座にセッティングして。うわぁ、安の全部欲しいね、アルファベット。あとさ、びっくりマークとかさ、ハテナマークのあの、半分目開いてるやつもいいよね。<laughs> あんの、安納系、安納系のやつだとすげぇ。あのん全部欲しいな文字作れんじゃん、全部揃えたら。安納ね、ちっちゃ アンノーンさんとソーナンスのメスの姿。危ねえ、危ねえ。コンプセットで、ね。<laughs> ちょっと取り乱した感はあったけど。ま、あコンプはできて、ここれでコンプは確定だね。ソーナンスのオスとソーナンスのメス。メスの姿とオスの姿。そして、これがアンノーンの G と。G と S、今回その、こうやつも台座にセッティングしまして、G のね。 そうなんす。G。あ、そうなんすね。これ、アンやべえ。<laughs> めっちゃ取り出してるじゃないか、お前、俺。S と G のアンノンがダブルケット降臨でできるって。うわ、めっちゃよくないかわいい。台座もいいよね、これね。台座。台座しっかりしてる。安定感が半端ないわ。これあの、全部揃いたいね、マジで。安ンめちゃくちゃ楽しみは全種でコンプリートするの。安ンノほほほ。<laughs> 今回は G と S ね。でもって、お次が5番のセット。ピチュー、トゲピー、エイパムのこの3セット。あのさ、トゲピーとピチューほんとちっちゃい。やばくないこのミニチュアさ、ミニチュアレベル。 めっちゃちっこいかいあとエイパムのこれ表情もいいよねエイパム <laughs> こいつらこんなちっこいこれ豆じゃねえかこれ豆いや米粒かすっげえだってチコリというかちっちゃいんだぜチコリーティよかチコリーティよかちっちゃいってどんなうわー感じなのかすっげえやべえわ豆やつがほんとにこれ米粒だわうほほほピチューちっちゃいピチューとトゲピこんなちっこいんけいやめっちゃかわいいわ うわあ、やば。これ落としたらなくなるレベルでちっちゃいから、ほんと気をつけなきゃだ落としたら終わりそうな気がする。エイパムもさ、そこまで大きくないの、ね、よ。大きい。めっちゃでかく感じるもん、エイパム。ラプラスイと比べたらこんなちっこいのさ。いやこ、こいつら見た後だとでかく感じる。ちっちゃピッチ、可愛いい。これ実際この世にいたらやべえだろうな、ピッチ。 これもう、感電してもいいから触りたいよね、もうね。ピ、ピカチュウとか、ピチュウとかもう、感電してもいいから触りたくなる、この可愛さ。申し上げたいね。命をかけて申し上げるという。台座にセッティングして、完成、エイパム。次は、ピチュウとトゲピーなのですが、ちっちゃいからほんと取り扱い注意で、これ取り扱い注意。吹っ飛んでったら終わるもん、これ。うわぁ、ちっちゃい。ちょ待って、ピント合うかなちっちゃすぎて、ピント合わないかもしんない。ピチュウ。うわ、ちっちゃ。これやばくね。うわ、かわい。でもね、 ちちっちゃすぎて可愛あいというこのうわー後でさあのトレーナーとさあの響きと並べて大きさ比べると分かるけどめちゃくちゃちっちゃいらねこの子ね本当にガチちっちゃいやばい可愛いすぎる。 わあ、このちっちゃいピチューのフィギュアゲットできるなんて、なんかそれだけでも嬉しいよね。ちっちゃいやつはここまで小さいので,でかいやつあんなできえからね。あ、あの野郎。<laughs> ラプラッセーあの野郎。<laughs> めっちゃでけほんとラプラッセーの耳ぐらいしかねえからね、こいつ。そして、最後のトゲピッピ。トゲピッピはちっちゃい、トゲピー。やーべえ、なんだこの卵野郎。めっちゃちっちゃい、可愛い,いああ、かわいい、苦しい。めっちゃ可愛い,い苦しい。おぉ、い <laughs>。 なんかマジですね。可愛いもの見たらもうなんかキュンとなるよね。胸がね。これどういう原理なんだろう。心臓が苦しくなる。めっちゃ可愛い。癒しだわー。マジ、癒しレベルマックスのフィギュアだったわー。この2体。2> そしてこの台座をセッティングして、これって1個しか付いてないよね。これピチューのかなトゲピーのかなあ、ただトゲピーは立つかトゲピーは多分ないかピチューだな、これ。ピチュに台座をセッティングして、あのスタンドをね。スタンドをセッティングして。トゲピーはないんだね。トゲピーはあの丸いぶっというかまあ、でも、 下は足だもんな。でも立つよね、余裕で。トゲピッピちゃんのはないよね、台座。ないからこれで完成か。ちっちゃすぎるわー。いや、ラプラスティとウィンディンがでかすぎるっていうのもあるよな。ラプラスティほんと巨漢レベルやべえわ。めちゃめちゃ。あ、でもね、この先まだでかいのが待ってるからね。でかいのが、ちょっと待って、こっち、メインにしようかな。ほんとは順番通り行くのであれば6番のね、爆風がね。いや、デけケ。チラリズ。<laughs> やっぱこれや、あの、持った感じ違うもんね。思った、あの、ヘビーレベルが、ヘビー級レベルが。まずあの、響きから行ってさ、爆風の最後に見よう。響きを開封して後に爆風に行け、そのデカさを楽しんで終わろうと思う。全部見てね。あの、大きさを比較して終わろうと思う。めちゃめちゃ軽いけどね。いや、本当に軽いわ、これ。あの、爆風持った後っつうのもあるけど、爆風すっげえ重いからさ、めっちゃめちゃ軽く感じる。響き降臨、ザン。 今回のねあのトレーナー唯一のトレーナー響きであるわークオリティ高だかトレーナー連中さあの頭は回るよね頭あの前回の動画だあ前々回かな前あの前回かの動画であ前々回かもしんないけど首がねこう回るということに気づいたという首をこう回360度回りますと響きザンいい感じだね こう、トレーナー連中もゲットできるっていうのも <laughs>、このシリーズンすげえいいとこだよね。トレーナー連中もゲットできるからね。大木戸博士とかもゲットできたしさ、大木戸博士意外にでけえんだよね。身長ね、大木戸博士ね。響きをセッティングしてみると、こんな感じ。大きさ、あの、大体、あの、比較がわかるからいいよね。トレーナーがいるとね。あ,あ、こんなもんかと。おー、ラプラスにでけえやんけ。<laughs> ラプラスにこれタイマーやべえぞ、も絶対ついぞ、これ手がさ。首振り一撃でやられんな、これ。めちゃめちゃでけえ。 ウィンディー乗りてぇな、背中に、ウィンディーの。やばくね、もくもくしたよね、これ、首の部分にね、もくもく。めちゃめちゃでけぇな、ウィンディーとあで。で、最後の、今回、一番でかい。今回のセットでナンバーワンででかいね。バックフー。バックフー。ポケモンスケールワールディング。今回の、巨漢メンツ。 爆風。でっけ。重さがダンチなもん他の連中と。重さがダンチ。めっちゃ楽しみだわ。こいつら、この豆レベルよ。粒レベル、本当に可愛かったな。大大理とかすげー <laughs> えな、大大理。大大理ややめだよ。絶対爆撃ができるじゃん、こいつ。大大理。大大理もめっちゃ楽しいだな。大で、これが爆風トゥルてゥルトゥ言ってる。このでかさよ。爆、やばくねこのデカさ。この子がさ、これになると、神秘だよね。生命の神秘。生命の神秘。<laughs> 別もんじゃんこれ種族 <laughs> まあ、似てはいるけど種族別物に見えるよねこれパッと見すっげーでけえ。お前ここまででかくなるんか成長率だな半端ねえわさっとうわおよめっちゃ思っためっちゃおて爆風の迫力そしてねパーツが重要なんだよね爆風のパーツどうせクリアパーツしょ俺はもう分かったけどどうせクリアパーツおうおうおうお,うお,うおう見たおおお クオリティよ。クリアパーツのクオリティ。うわーすっげー爆風の。え、マジこれだけで飾っていいレベルやんけ、これ。炎のエフェクトがほんとかっこいいね。このシリーズのさ、スケールワールディングのさ、エフ,エフェクトパーツやばくない炎の。火の嵐マグマラシ、そして爆風のエフェクトパーツ。そして爆風本体にこのエフェクトパーツをセッティングして、今回のメンツ、全メンツ、コンプリート。さっ 来たかついに。成長したな。でかくなったな、お前。でかくなったな、爆粉よ。ここまででかくなってくれてありがとう、爆粉。セッティング余って合ってる。こうだよね。あ、逆だった。こうだよね。そう、来たー超かっ好。でっかくねえか。うわ、でか いや、まあ、あラプラスイほどではないんだけど、ラプラスイ、いやあいつデカすぎる、あのやろ <laughs> あのやろでかすぎる。あの野はちょっと化け物だね、あいつは。でもこいつもでかいよ、爆風。今回迫力ナンバーワンだね。今回のセットの迫力ナンバーワンの爆風、なんといってもさ、ここすっげえ角形は、炎襟巻きトカゲよろしくみたいな感じ。この迫力機すっげえ。 下から見るとこんな感じね。おりが見える。おり。素晴らしい。いろんな角度で見えるのもいいよね。絵描くときもすげえ使えるよこれ。爆粉の。<laughs> ということで、今回のセットは、これにて終了。これが全種類。めちゃめちゃいい感じだったわ。今回のセットも。いや、特にやっぱ爆粉がナンバーワンだね。爆粉。これ、ちびャレンジもすぎ。いやー、ミニ茶だ。ちびちゃミニ茶。ちびちゃミニ茶。いや、めっちゃ可愛くないこれ。ガチちっちゃー やば。チコリータもね、ちっちゃさ、に磨きがかかってて可愛かったんだけどさ、こいつらに勝てんよね、このミニチュアレベルは。ミニチュアレベル最高峰ナンバーワンこいつらだったら、ピチューとトゲピッピー。トゲピー。<laughs> このちっちゃさ、やばくないこれ。爆風と比べるとこんな感じで爆風がでかすぎるっつうのもあるけどね。で、響のクオリティも高くてさ、最高だったわ。響。きそして、 じゃんそうなんすよ。ちょ、焦ったけどね。ちょっとだけ取り乱した、正直ね。正直、ちょっとだけ取り乱しちゃったけど、無事にあのワンボックスコンプっていうことが分かった。もう確実に。つかね、プレバンでコンプセット買ってるはずだから間違いないんだよね。ちょっと焦ったけどね。安納も良かったし、あの全部欲しい。全部並べたいね。ブラッキーとエイフィも最高だったし、もうなんか、こいつらもう貴族って感じ、すげえ高貴なるお姿だよね。ブラッキーとエイフィってね。うわ、めっちゃ気に入ったわ。最高のメンツだったなぁ。いや、コレクションが増えた。スケ,スケールワールド結構集まってき な,たなこれめちゃめちゃ全部並べたら大きさのさ比較全部できるもんね早く全ポケモン出ねえかな一気に出してほしいね全ポケモンで、ね、一気に買いたいこれ <laughs> 一気にあの全種コンプして並べたいわということで今回はポケモンスケールワールド上都地方のねセットのね全15体のセットの回復レビュー動画でしたみんなもぜひゲットしてあのワンボックスで買った方が,方がいい絶対にこれそうなんすっ、ね、て苦戦すると思うからこいつらで、ね、この この野郎どもでちょっと焦るから、絶対ワンボックスで、あの、書いてないからさ、パッケージ、わかんない感じ、スペシャルになってるから、もうコンプで買った方がいいと思う。絶対コンプできると思う。ワンボックスコンプだよね、これね。絶対じゃないんかな。いや、でも、でも、絶対だと思うけどな、おそらく。ワンボックスではコンプできるとは、書いてあったらワンボックスコンプできないとかさ、ちょわかんない。ちょ、待って、一応見てみるか。ワンボックスコンプできないとか書いてあったらさ、ちょっときついもんね。特に何も書いてなかったわ。あの、コンプリートできるとも書いてないし、<laughs> コンプできないかもしれないとも書いてない。だからワンボックスコンプなんだと思う。 コンプでしょこれ絶対コンプできたからね。それではではまた次のね、セットでお会いしましょう。いや、めっちゃただ、スイックめっちゃ押し早く。スイック、いやー、スイックやばいな。さっきあのちょっと画像に載ってたじゃん。もう見た瞬間痺れたもんね、スイック。<laughs> すげえ、楽しみだ。